前々から思ってたんですけど、このキャンパスノートのおまけでついてくるこのサイズのこのノート、これの使い方がいまいちわからんのですけども。はい、お疲れ様でございます。今回ですね、こちら何かを作るとかそういうわけではないんですけども、この皿ネジをここのねアルミフレーム、これに穴を開けてこう貫通さすんですけどもね、このネジの頭が出ないようにね、このザグリっていう加工、これをやっていきたいなと思います。このアルミに対してこの皿ネジ、この頭がこうフラットになるようにですね、ここ出ないような加工、そういうのをザグリと言います。ちょっと一旦アイス食べて休憩したいと思います。最近やっぱ暑いんでね。はい、それでは早速穴を開けていきます。大体この穴開ける前はポンチってやつでね、ガッチャンってやっといた方がいいんですけどもね、ちょっとそれどっか行ってしまったんでね、もうこれ直接穴開けていきます。大体 M3 のタップを開けるときはドリルの 2.5 のやつでまず仮穴を開けます。あれ、2.5 で穴を開けた後、3の M3 のタップを切っていきます。この状態だとこの頭の部分が出ます。これを今から斜めに切っていきます。こちらファイゴーのドリルを用意します。いろいろ調整した結果こういうもんができました。これでネジがフラットに、ね、収まる予定なんですけどもね、ちょっと微調整が必要ですね。あ、若干出てますね。もうちょっと調整していきたいと思います。次にこのアルミフレームを斜めに曲げていきたいので、ここを途中まで切断します。次にこのヤスリでここの斜めに削っていきます。だいたいこれぐらい斜めに削ったらですね、これを折り曲げていきます。こういう加工ができました。あとはここを切断してブラケットの完成です。なんかいろいろありましたが、こういうものが完成しました。この皿ネジを使った時にここがフラットになってますね。何も出っ張ってません。これをザグリと言います。こんな感じに仕上がりました。はい、まあ今回はこのザグランでもね、こっちの鍋ネジでこう出っ張るタイプでも良かったんで、ね、いちいちこんなんせんでも良かったなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。